高青山での戦いは魏軍が一応の勝利を収める形に終わった。しかしその先の戦略を持たない曹操は戦線の維持に失敗、魏軍は後退し、結果無意な勝利と無駄な損失だけが残った。無能を晒した曹操だが、魏帝曹豊はこれを不問に付す。曹操はその後も大将軍として権勢掌握に奔走した。一方の司馬懿はその茶番に背を向け、隠遁の体で時を待った。5年後、曹操が洛陽を離れたのを機に、ついに司馬懿が動く。彼は洛陽の子弟に一族と腹心らを集めると武力蜂起を宣言した。無能なる曹操を廃し、才ある者の手で魏を刷新する。時は来た。司馬懿の言葉を聞く誰もがそれを確信した。司馬懿、司馬氏、司馬昭、長春華が都にうごめく暗愚を打つ。この司馬仲達の知望、見せてやろう。覆す。かつて天下にふさわしい男がいた。そしてその子もまた覇道を継ぐに足る器であった。しかし曹氏すでに覇者たる風と格なし。故に我らの才をもって義を改める。話が大きくなってないか。曹操を除くのはもう分かるけど。将、こういうものは徹底せねばならぬ。愚者には己が分際をわきまえさせるためにも。諦めろ。無駄な温情は本当の面倒くせを招くぞ。行くぞ。恩義を打ち払い、義をあるべき姿にするのだ。やはり司馬一族は反乱を企んできたが、曹操様不在の隙を狙ったな。曹操の患者が潜んでいるのは予測できる。たわまれる前に残らず排除するぞ。我々は止められない。早く曹操様に報告せねば。これでいい。西門より侵入し、急ぎ洛陽を制圧せよ。慌てて帰還する曹操を迎え撃つぞ。そんな空気、まさか反乱。ここは通しません。武器職人に忠実なのはこの子。武器曹操の排除の後には召し抱えてやってもし、司馬懿が攻め入ってきたぞ。急いで城外の守備を固めるんだ。守りを固めたとて一枚岩ではあるまい。両者で我らの力を見せつけ、内側から崩すぞ。死と生は東から、私と春夏は西から回る。両者を制圧しつつ玉座の場で合流するぞ。旦那様、私たちは武器庫から。よろしゅうございます。No! No! No!
者がいない隙を狙うと芝居全尻尾を出したら君はどうとでも言うがいい。この武器庫は我らが制圧してやる。
脳はすでに芝居の焼酎だと敵の撤退だ。落ち延びるぞ。ふん、抗うな。登場際の悪い奴、暴走は逃がすな。速やかに追撃せよ。誰か私を助けよ。大将軍の窮地であるぞ。助けていただいたご恩をお返しします。曹操の行く手は我らが阻みましょう。いつもながらお見事な武勇、策の出番もあります。するもの、おいしるがよい。芝居率いる一党は曹操の手勢を制圧、洛陽を掌握した。曹操は大将軍の座を追われ、その一族の権勢も失われる。これにより魏のうちに芝氏に対抗しうる勢力は消滅。芝居は魏の軍心の頂点に立った。愚者を除き魏の祭りごとと戦とに英知の新風を送り込む。その先に膠着した五色との定律を崩し時代を開く。芝居に従った誰もが彼こそがその道を行くものと期待した。ある日芝居に従う者らは再びその指定へと召集される。五色への外政化、あるいは義においてさらなる高みへと進むか。芝氏芝将の兄弟も固唾を飲んで父の言葉を待つ。しかし芝居の口から出たのは意外な宣言であった。お前たちの活躍もあり曹操を追うことができた。これからはお前たち、いや諸君ら知恵あふれる者たちが義を導いていくことと確信する。そこで
そこでだが、この芝中達、ここに隠居を宣言する。以後のことは我が子死に。父上、なぜこの大事な時にそのようなことを。資源も市場も成長したのは図体だけね。そこまで大きくなったなら早く自分の足で立つべきではなくて。はい。よいか、師匠。才に溺れず己を磨き続けよ。今に満足せず明日を考えよう。そうして日々前へと進むことこそ。旦那様。その調子で甘やかすから、いつまでもあの子たちは。いきなりだったが、いつか迎えることであったな。お前はどうする、ショウ。どうするったって、もちろん兄上を支えますよ。そうか。